温暖で雨が少ない気候を生かして良質な小麦が栽培されている香川県です。オリジナルの品種さぬきの夢の収穫が最盛期を迎えています。黄金色の麦の穂が初夏の風に揺れます。香川県綾川町の生産者川染さんの圃場ではさぬきの夢2009の収穫が先週から始まりました。さぬきうどんのために開発されたさぬきの夢は香り高い風味が特徴で、今県内でおよそ9000トンが生産されています。このところ雨が多く生育への影響が心配されましたが、収量は平年並みと見込まれています。おいしい小麦なんです。ぜひね、香川県産の小麦食べてみてください。香川県ではパン用の小麦春水木の栽培も3年前に始まっていて、消費の拡大につなげたい考えです。